100メーター道路を通過しております。寝屋橋マンションのビル、そこら辺にあがった。なんかなくなっとるね、残念ながら。朝7時半の大須です。誰もいません。ほらほらな、なんで万象寺通り商店街、これなら走れるな。よし行くぞ、よし行くぞと思い出した。最初名前聞いた時、なるほどなと思いましたね。よし行くぞか、わかりやすいな。そういう語呂とか韻とかって大事ですよね、言葉はね。はい、大須2丁目、大須演芸場の垂れ幕があります。ほぼ人いません。ほぼ人がいない商店街の中を大須観音に向けて走行しております。コーヒー専門店モカやっとるな、喫茶店やっとるかな。ほんとね、ガラガラでいいですよ。全然人いないじゃん、嬉しいわ。矢端の前、矢端の前を通過すると大須観音、健在です、健在です。この通りを戻りますね。万象寺通りなんてね、ほんと日中走れんよ。大芝居の前を通過。大須夏祭りは8月5日6日だそうです。お盆の時期じゃないんだね、その一週前ですか。さらに東に向かっております。ガラガラの万象寺通り商店街を通過しております。ガラガラです。人口密度はね、100メーターごとに1人おるぐらい、パッポラポツポツといますね、パラパラといます。ガラガラです。ちょっとこの光線の具合がね、光の量の具合が、雨が降りそうな感じがするよね。でもね、なんか今店舗の前にね、若者が5人ぐらいなんか待っとったな。回転を待っとんだかなんだか知らんけど、似顔絵製作所。とりあえずこの時間に走っていいのは、どんな店があるかなってのは何となく分かるよね。まあ開いてないからピンとこんとこもあるんだけど、とりあえず看板見ると、あ、こんなんできてるじゃんとかね。はい、佐野屋、9時半からです。まだ今開店準備中。お、トウモロコシ100円、買ってきたいな。今買えるんかな、まだ買えねえよな。これ今は買えないですかね、買える。まだ9時から、はい、残念。今買いたかったら、だってトウモロコシ100円だもんな。ミニトマト99円です。安いね、やっぱり。まあ、トウモロコシすぐなくなってます。これ街の中でさ、こんな安いっていうのも、だから客来るんだよね。そういうことだよね。さあ、こちらへ参りました。ここ何だった、新天地通り商店街か。こんなとこまで一切通れんよ、こんなもん。一番お客来とる時間なんて人だらけだからね。いいよね、こう久々に通った。暗闇遊園地、名古屋最強。4月21日開園、台東ステーション大須店2階にあるそうです。こういうなんかちょっとイベントものとか、アミューズメントごとね、そういうやっぱりこう無形のものがあった方がいいよね。物を買うとか消費するっていうだけじゃなくて、時間を消費する、楽しむっていう、やっぱりそういうものがないとね。あ、ここ知らんうちにダイソーになっとるじゃん。で、この界隈もね、誰も人いません。この界隈、あ、スガキはあった、よかった。戻ります。お試しいっぱい土曜夜市だって。22日と29日何があるんだろうな。来てみようか。アメ横ビルあるよ。よう来たな、昔は。もう家電製品ったらもうここでしか買わんかった。安いと思い込んどったし、他になかったし。ゆるゆると下っております。コンパルはやっとるか、ね、やってる感じがしなかったな。さあ、一旦左曲がりますね。大須屋県の看板がいいね、どでかい、いいね。一旦これ、その交差点まで行って、また引き返していきます。かつて中華街があった、このビル。中華街あったよね、中華街。若い人知らんと思うけど、大須に中華街、こんなのあるわけないだろうって言われそうですけど、ありました。大須に中華街、中華街っていうのはちょっとあまりにも真剣な。ワンフロアに中華料理屋がまあ何軒かあったっていう程度だからね、中華街と言えるんかこれはっていう。本気で中華街やらないかよ ね。最初から多額の投資しないのがこの土地の特徴でもあるんで、だから失敗するっていうね、中途半端にやってうまくいかん。これは、ね、東二王門通りか。東二王門通りも誰もいません。これね、上のアーケードはね、なんか木目調なんですよ、っていうか木なのかもしれんけど、これがちょっと暗い感じを出しちゃってるかな。ちょっと暗ぼったく見える。あとはなんかぼんぼりみたいなのがね、ついとって、これも木目調というか木でできたようなぼんぼりだから、これがなんとなく暗っぽく見えるな。はい、ソロピザの前をっていうか、できた頃よう行ったな、安かったです。よく考えて一番安いピザは何も乗ってないってね、チーズだけみたいなね、そんな風です。これ何回っとんの、米表の前か。スライドイベントって書いたらもう並んどる。なんか万博思い出すな、こんな早くから人が並んどると。そんな感じですね。さあ、さらに西に向かっております。大須仁王門通り、大きな金の玉が見えてまいりました。直径3メーターぐらいですかね。半までいかんか、2ぐらいか、2.5 ぐらいか、そんな感じの
いつもこの玉出とる。なんでできとるかわからんけど、ぶら下がってます。大須井路本店の前を通過。たまにウイロー食いたくなるよね。地味に別にうまいよね、あれはあれで。米粉ですけど、ちょっとダイエット中の私にはちょっとまずいかもしれない。さあ王将の前、そして再び大須観音の前です。ここで蛇を見るのが好きだったな。昔はもうちょっとね、古風な店で生きた蛇が結構いました。今もいるかもしれんけど、その蛇を見るのが楽しみだった。蛇嫌いだけど。さあじゃあまたこの通りを引き返します。串カツ田中屋、田中屋じゃない、田中の前だ。あ、コスプレサミット、コスプレサミット一応あるんだ。8月の頭ぐらいですか。コスプレサミットもね、まあまあもう年数経つでしょう。だから一つの本当に名古屋のイベントになってたよね。でこの前なんかテレビでやっとったけど、そういや、お城どこが集客数が一番多いかったら、この2年連続で名古屋城ってやってました。名古屋城そのもの今入れんけどね、耐震性の問題が。早く木造建築私はしてほしいなと思ってます。やっぱりコンクリート像ではね、風情がないし、国宝第1号のねお城だからね。あった、コスプレサミット8月 4、5、6 です。 4、5、6。 このコスプレに出とるのはみんな女性ばっかりだな。おっさんじゃいかんか、やっぱり私がやるんじゃいかんかい私がコスプレするなら何がいいんだろうな。波平の親父ぐらいか。そんなハゲ取らへんしな。ズラでもかぶってるかい。さあ米表の前はやたら人が並んでます。何かを待ってるようです。こちらも待ってます。もうちゃんと並べるようになってんな。お店の前になんか矢印に書いてあって、こういう風に並べようって書いてあった。ソロピザ食いたいな。でもマリナーラ。さあさらに東に向かっております。着々と。あ、でもねこれキックボードで走るにはちょっと走りにくいと思います。いわゆる長方形のタイルがはまってるような感じなので、ここはこれは多分走りにくいよ。ちょっとはやめといた方がいいね。さあ招き猫見えてまいりました。納品の車がめっちゃおります。お楽しみいっぱい夜市。あーもう今日だけだ。不動明王って彫り物によくありそうですね。不動明王って鬼という鬼っていうキャラクターはかっこいいですよね。まあ恐怖の存在、悪の象徴的ないいデザインしてるなと思うんですね。般若の面とかね、もっともっと流行ってもいいかなっていう気は死んでもないですけど、この店に抜ける道をなんとなく北上しております。この辺りがすごい人だらけだよね。コインパーキング、この辺りは最大料金なしだ。そりゃそうだね、ずっと置かれてもある。回転悪くない。あ、なんかいい匂いしてくんな。魚を焼くいい香りがしてきました。森永ホモ牛乳のレトロな看板の前を通過しながら店の横に到着。まあ私のところはですね、こうやって私がひたすら独り言を言いながら、冗談話をしながら名古屋の街を駆け抜ける、まあそんな動画です。で手間をかけません。信号変わってまったんなこと言っとったら、はい、山町交差点、今7時40分ぐらいかな。こんな状況、ヤバトン誰も並んでません。さすがに昼間は並んでるけど、この角度であんまり撮らんと思うんで撮っときますけど、ヤバ町交差点の南東の角です。駅前アルプスが一時あったよね、この辺にね。なくなっとる、完全にないわ。あとはこの右の奥でいうと加藤無線があってね。加藤無線懐かしいね。加藤無線のビルはその辺か。